日は今日の電キャンを始めます。今日は電キャンさん知っとる半期編のじゃあ家電流遮断器について見ていきたいと思います。イエーイ。はい、遮断。はい、ということでですね、はい、電キャンさん主半期編ということでやっております。はい、サットさんのですね、はい、これテキストあるんですけれども、全部ね、この内容がですね、動画で見れるっていうことになってるんですね。はい、こんな感じで、はい、ありますよ。はい、これ全部理論編、電力編、機械編から法規編、それから加工音まであるんですね。はい、ということで、やってきました。あと2ヶ月半というところになりましたがですね、まあなんか順調なのか順調じゃないのかわかりませんが、とにかくやっています。はい。まあ一発合格を目指してね、最後までね、諦めないでね、行こうかなと思います。まあちょっと過去問とね、練習問題なんかもね、そろそろ。やっていかないとですね。はい。間に合わなくなっちゃうので。まあ、法規と一緒に並行して過去問なんかもね、ぜひやってっていただければいいかなと思います。はい。ということでですね。はい。法規編やってますけれども、家電流遮断器。これね、電工日誌でも出てきたんですよ。ですからね、電工日誌をしっかり覚えてる方は大丈夫。はい。しかもね、内容重複するんでね、大丈夫なんですけれども。はい。家電流遮断器って、家のブレーカーです。簡単に言うと。はい。ブレーカーありますよね。皆さんのうちにね。あれです。あれとですね、さらに今回出てくるのが、ヒューズっていうもの。これね、超ちっちゃいミニチュア版。はい。カインズホームで買ったんですけれども、かわいいって思って、ちっちゃすぎないかって思ったんですけど、これ高圧でもですね、こんなね、ヒューズっていうのを使うんですね。どっちもヒューズになります。で、家電流遮断器と同じような働きをするんですけれども、形が全く違いますね。不思議ですね。はい。というような感じで見ていきたいと思います。気になるでしょ?気になるでしょ?いいでしょ?はい。ということで、はい、家電流遮断器っていうのはですね、何かと言いますと、これ家電流を遮断するんです。名前の通りじゃんって。そうです、名前の通りです。はい、家電流。電路にですね、本当は電路って、これ電工医師の時もやったんですけど、何ペア以上許容電流みたい、以上じゃない、以下っていうのがありまして、それによってですね、はい、定格電流の値によって、直径が、あれなんです。電流が大きくなればなるほど太くなるんですね。ですから、そのね、許容電流以上流しちゃうと危ないんですね。火災とか漏電につながります。はい。ということで、電路に、はい、過電流を生じた時に自動に電路を遮断するもの。これを過電流遮断器っていうんですね。はい。ですからね、私たちね、ブレーカーありますよね。で、ブレーカー飛ぶって言って、使いすぎると飛ぶんですけど、あれどういうことかと言いますと、例えば30アンペアのうちでですね、ドライヤーを使いながらエアコンかけて、電子レンジやると飛ぶとか言いますけれども、まさに使いすぎなんです。使いすぎで負荷がたくさんありますね、こっちにね。で、負荷で電気を使えば電流流します。ただ、そのね、電路の許容電流を超えているので、電流使いすぎ、流しすぎてるので危ないんですよ。はい。ということですね。100ボルトですから。100ボルト。電力っていうのは電流かける電圧ですね。で、電圧は100ボルト変わりません。で、ま、200ボルトもありますけどね。エアコンとかね。はい。なんですが、そこに電力を増やせば増やすほど電流増やすしかないですね。ただ、許容電流ありますから、それ超えた時に危ないので自動で遮断させる必要があります。はい。それがブレーカーなんですね。ですからね、はい。使いすぎるとブレーカーっていうのが落ちるわけです。はい。で、そのブレーカーの役割っていうのが家電流遮断器なんですね。はい。で、これね、短絡した時もです。はい。短絡電流もですし、過負荷電流っていうもの、これもね、あります。過負荷電流っていうのがね、今説明した使いすぎ。で、短絡電流っていうのは、まあ、短絡しちゃうんですね。ですから、本来、はい、負荷とかがあって、やってですね、そこに通らないところに通っちゃうんですね、いっぱい。っていうような、はい、ものであったりとかね。まあそういうようなものがあります。で、電圧電路においてはですね、ヒューズ配電用遮断器っていうものがありまして、高圧および特別高圧においては、ヒューズ過電流軽電器っていうものがあって、
って、その経電気っていうのはですね、これは知らせてくれるものなんです。で、その知らせを受けて遮断機が落ちるんですね。大きいんですよ、遮断機。すごいんですが、私もこれ近日公開見てきました。大きい高圧遮断機、変電所の。すごいです。こんなだった。はい。ということでね、はい、近日公開、交互期待っていうことなんですがね。はい。ということで、そのね、何アンペアとかっていう定格電流の区分、あと何分以内に遮断しなきゃいけないかっていうのがね、決められております。それをね、今日はね、覚えましょう。はい。ということで、はい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 。この辺かな？あ、この辺かな？はいはいはい。はいはい、はい。ということでですね、まずね、低圧の方から見ていきたいと思うんですが、低圧ヒューズというものと、配線用遮断器あります。配線用遮断器はね、ブレーカーなんですが、ヒューズあんま見たことないかと思います。はい、見てください。これヒューズです。はい、小さいですね。これはですね、250V に対応、125V にも対応しています。はい、こっちはミニ缶ヒューズ 1.5A、定格電流。で、こっちは10A。ちょっと使い方がね、いまいちわかんないんでね。はい、これどうやって使うんだろうって感じなんですけど、これでね、ちょっとね、私は工事してみたいと思います。電工にしとったんで。はい。ということで、まあ、こんな形のものなんですね。はい、ヒューズってね、どっちも同じ役割をします。こっちは非放送ヒューズ。こっち、放送ヒューズって言うんですね。ヒューズ？ヒューズ。はい。ということで、じゃあまずね、ヒューズの方からね、見ていきます。ヒューズと配線用遮断器ね、ちょっと違うんですね。はい。でも数字を当てはめるだけということです。はい。まずですね、定格電流を流すときは当然使えるんですが、それでですね、頻繁に落ちるようじゃ頻繁に停電して大変ですよね。ですから、まずね、耐えられる電流っていうのと、そのね、瞬間的に使っても平気なんです。これがね、何分以上流しちゃうとダメっていうのがあるんで、それを覚えてみたいと思います。はい。低圧ヒューズ、まずはですね、定格電流の 1.1 倍の電流には耐えてください。 1.1 倍流れたからって簡単にする、ああもういいよもう離すってやんないでくださいってことです。 1.1 倍には耐えること。で、定格電流のね、区分があります。はい。じゃあ、皆さんね、ブレーカー見た時にこの大元のスイッチですね、ブレーカーがあって、小ブレーカーみたいな小スイッチがいっぱいあると思うんですよ。で、これは、あれ、エアコン、リビング用エアコン、ここは寝室1、寝室2とか、バストイレとか、なってると思うんですけど、この、まあ、小ブレーカーが飛ぶこともあるんですね。で、全体を飛ぶこともあるんですけど、その回路の、はい、よく見るとですね、何アンペア書いてあるんですね。はい、小電流にも何アンペアと。で、大電流に、例えば、まあ、ご自宅ならね、例えば 60V とか書いてあったりね、あ、ボルトじゃない、アンペアとか書いてあるんですね。このアンペア数です。はい。ということでですね、ここの区分、定格電流によって、はい、溶断する時間っていうのが決められてます。で、まず低圧ヒューズの場合はですね、はい、30A 以下、そして 30A 超え、 60A 以下、60超え、 100A 以下、100超え、200A 以下、200超え、400A 以下というふうに分かれております。で、これね、面白いんですけど、この定格電流の 1.6 倍流れた時にはこの時間で動作してくださいと、この時間以内に動作してくださいと、で、2倍流れた時にはこの時間で動作してくださいっていうふうな見方になるんですね。で、どうなってるかというと、はい、じゃあ例えば 30A 以下の、はい、回路の時ですね、 1.6 倍、定格電流の 1.6 倍、だから例えばですね、 20A の回路だったとするとですよ、 1.6 倍というと、32A か、 32A 以上流れてしまった時っていうのは60分以内に回路を開いてください。つまりヒューズ溶断っていうんですけれども、まあね、これ電流流れるとここのとこがですね、熱くなって切れるんですよ。で、回路切れる仕組みになってます。これがヒューズ。これも一緒。これ包装されてるんですけど、中にね、細い電線入ってて、そこが焼けて遮断される仕組み。これがヒューズです。はい。ということですね。はい。で、そんな感じで、皆さん、下見ていくと、1.6 倍では60、60、120、120、180っていう風になってるんですね。だから最大200から400アンペア以下だと、180
分も使えちゃうんですね、 1.6 倍だとね。はい、で2倍の時は2,4,6,8,10 ということで階段になってます。はい、割とすぐ、はい、溶断するんですね。はい、というふうになってます。まあ2倍まで流れるとさすがに危ないけどっていう感じなんですね。はい、ではですね、次配線用遮断器見ていきます。これ配線用なのでもう家の中ですね。なのでまさに皆さんのブレーカー見ていただきたいんですけれども、ここもねこう回路分かれてます。でちょっと数字違うんで要注意です。30アンペア以下、30から50アンペア以下、50になりました。50から100アンペア以下、100から225アンペア以下、225から400アンペア以下ということですね。100と225、50と225っていう数字がちょっと違ってるんで、ここ要注意です。はい。で、配線用遮断器、これはブレーカーなんで、自動でね、感知するとね、パカって開いてね、はい。で、またスイッチ上げると使えるってやつなんですけど、1倍に耐えてください。さっきは 1.1 倍でした。1倍に耐えてください。ということになります。そして、今度はですね、1.25 倍と2倍です。さっき 1.6 倍までだったんですけど、1.25 倍になったんですよ。シー、はい。で、30アンペアから60、60、120、120、120ということですね。で、こっちの2倍の時は2、4、6、80、階段で変わりません。なんで、配線用遮断器の方が、まあ、基準きつめだなって思ってもらえればいいかなと思います。1倍に耐える。そして、1.25 倍ですね。はい、時間もね最後120分だし、はい、という感じで、まあこの表はですね、何回もこの YouTube を見てですね、奈々ちゃんを見ながら覚えていただければいいかなと思います。はい、第2種電光にも出ますからね。はい、これはい大事で、今度はですね、高圧のヒューズ見ていきましょう。はい、高圧のヒューズに関しましては、はい、どっちも使われているんですが、まあね、この放送ヒュージュ、非放送ヒュージュというんですね。で、まあ、放送ヒュージュの方がね、多いと思うんですが、はい。これね、それぞれによって違うんですね、高圧の場合は。まあ、太陽光発電所とかね、一回見せてもらった時にね、私はこのヒュージュ見せていただいたんですけど。はい。放送ヒュージュ、非放送ヒュージュ。これもね、一緒です。はい。何倍に耐えるかっていうとこなんですね。で、この放送ヒューズの方なんですけれども、これは 1.3 倍の電流には耐えてくださいっていうことです。なんでね、1.2 倍とか流れてても、それはちょっと見逃してっていう感じなんですね。はい。で、2倍の電流が流れたら120分以内にこれ溶断してくださいってことになります。割と低圧となんかちょっと似た雰囲気なんです。で、こっちの非放送ヒュージュに関しましては、はい、1.25 倍に耐えてくださいということなんですね。はい、なんなんですが、2倍で2分以内に溶断してくださいってことなんです。120分だったのにさっき2倍で2分になりましたということで、これは熱しやすく冷めやすいって感じですね。 1.25 倍には耐えるんだけど、はい、2倍になると2分以内に溶断しますということになります。はい、いやー、これもつくの難しいですよね。そのね、時間で溶断するように作られているわけです。まあ、ホームセンター行くとですね、いっぱいこうやってヒューズ売ってますからね、ぜひね、見ていただければと思います。まあ、ちょっとこの使い方が私もまだわかんないのでね、これ使って、いやー、なんかやってみたいなとは思っておるんですね。はい。ということで、今日はですね、配線、家電流遮断器ですね。だから配線用遮断器。ヒューズの溶断時間についてお伝えしました。はい。ということで、今日の電気予報を終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃい。